新白島駅、新白島駅は、広島県広島市中区西白島町にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本、広島高速交通の駅である。2015年、平成27年3月14日に、JR 西日本の山陽本線と、広島高速交通の広島新交通1号線、アストラムラインが交わる場所に開設された駅で、 両路線の乗り換え駅となっている。山陽本線の駅は、土休日のみ運転される快速シティライナーを除いて、全列車が停車する、西隣の横川駅から分岐する、壁線の列車を含む。建設費用は、JR 側が約2 0億円、アストラムライン側が約32億円、連絡通路、周辺整備が約13億円となっている。 JR 西日本は新駅を作る際、地元がほぼ全額負担するのが慣例だが、今回は JR が総事業費20億円中、約2億円を負担している。広島市は、需要予測を1日に、JR 西日本が約2万人、アストラムラインが約1万人、両駅の総互利用を約8000人としている。なお、JR 側の認可書類での住所は、 山陽本線の線路がある、広島市中区白島北町1、アストラムライン側では、駅舎予定地である場所の住所は、広島市中区西白島町5となっていて、町の境界線をまたがっている位だったが、2014年10月10日の駅名決定発表では共に、西白島町の住所が与えられており、町境をまたがっている状態は解消された。JR 西日本が、 広島市中区に駅を設けるのは初めてである。JR とアストラムラインの交点に駅を作る計画は、アストラムラインの建設前に路線や駅位置を検討する新交通システム技術委員会でも議論されたが、多くの問題が上がり、最終的に見送られ、1994年、平成6年8月20日のアストラムライン、開業時から乗り換え駅がない状態が続いていた。 しかし建設希望の意見も根強く、2003年、平成15年11月に、JR 西日本、広島高速交通、国土交通省中国地方整備局、国土交通省中国運輸局及び、広島市の5社による、JR 白島新駅設置検討協議会が設置され、検討が再開された。その後、2009年時点では、 国土交通省も事業に前向きであったが、財務省の理解が得られておらず、結局は未着工のままで続いていたが、後に建設が決まり2013年、平成25年1月8日に着工に至りた。着工への転機は、2010年、平成22年2月に、広島市が白島新駅の新設の方針を発表、2012年、平成24年度中の認可。 2014年、平成26年春の開業を目指すとしたことに始まる。2012年、平成24年3月8日には JR 西日本が国土交通省中国運輸局に対し、新駅設置に伴う鉄道事業法に基づく事業基本計画の変更認可申請を行い、同年3月29日にその認可が下りている。 後に諸事情により開業予定は2015年平成27年春へと延期された。2014年12月19日に JR 西日本は開業日を2015年3月14日と発表し、同日、広島市と広島高速交通モアストラムラインの新城駅の開業日を JR と同じ2015年3月14日と発表した。JR 西日本は 駅設置認可資料では、白島駅は、福島駅を、届出場の駅名としており、整備主体となる、広島市では、白島新駅、白島新駅の仮称を用いていたが、2014年10月10日に、JR 西日本、広島高速交通の連名で正式名称、新白島駅が発表された。JR 山陽本線と、アストラムラインの交差する位置に、 JR の駅が、その南側にアストラムラインの駅が位置する。地形上の関係、後日から、アストラムラインの駅は交際地からおよそ百二十メートル、両駅の無間の距離離れており、それを、駅間六十八点七メートルの連絡通路でつなぐ。山陽本線の南側にアストラムラインと、並行する国道五十四号の歩道と駅とをつなぐ、歩道橋が設けられ、これが、 東西間の連絡通路となる。連絡通路の JR 南口駅舎近くには公衆トイレが設置され、JR 側南口にタクシー、自家用車の乗降場が設けられる。広島市営駐輪場が連絡通路の東西、JR 北口駅舎の北に設置され、そのうちで JR 南口駅舎に近い東側の駐輪場が校内最大規模となる。 建設工事の入札部長のため、駅開業時点では、連絡通路の屋根の建設が遅れており、広島市は2015年夏頃の完成を見込んで、いたが、長らく骨組みのままの状態が続いた。後期が2015年11月13日まで延長された後の10月13日には、建設用資材がアストラムライン軌道上に落下する事故も起こった。JR 側は、 構造上は地上駅に分類されるが、この近辺の山陽本線は森土上を走っており、ホーム等は地上よりも高い位置にあるため講義の高架駅、森土駅にも該当する。北口駅舎は地上階に駅舎、ホームは上の木座橋にあるという2階建てとなっており、南口駅舎は山陽本線に沿って駅舎とホームがある1階建てとなっている。 有効長165メートル、8両編成対応の相対式2面2線のホームが設けられている。山陽本線にそのままホームを横伏する形になり、対比線は設けられていない。ホームには6両分の旅客和屋が設けられる。敷地の関係から両ホームは約100メートルずらした位置に設置される。天神川駅と同様の上下線分離駅となり、改札を抜けた先で、 ホーム間の行き来はできない。南口駅舎と北口駅舎間の行き来は、季節の国道歩道トンネルを使うことになる。宮島口駅が管理し、JR 西日本広島メンテックが、駅業務を受託する、業務委託駅である。アイコカ利用可能駅、相互利用可能 IC カードは、アイコカの項を参照。広島シティネットワークに属し、JR の特定特使内制度における、 広島市内エリアの駅である。駅スタンプは広島都心と直結する駅。南口駅舎には緑の窓口が設置されており、セブンイレブン・キヨスク JR 新白島駅店がある。北口駅舎にはこれらの設備はない。当駅が開業した2015年3月14日から広島シティネットワークに路線記号が導入されている。開業時点では、 すべての快速、通勤ライナーと普通列車が停車していたが、2016年3月26日から再設定されたデータイム快速、シティライナーは通過する。アストラムライン側は、島式一面二線のホームを有する半地下駅、ホリワリ駅。この場所は、路線建設時に駅建設には至らなかったものの、駅設置を見越して、 あらかじめ水平を確保してあった場所である。その先は、上北駅に向かって、さらに地下に下る坂になっている。この水平部分の反対側の上り坂は、山陽本線方天部を越えて、高架駅である、白島駅直前まで続いている。駅舎は地上にあり、プラットホームは、天井が、地上構造物天井までの吹き抜けになっている。対比線は設けられていない。パスッピー対応。 定期券発売駅。既存の駅では7色のステーションカラーが順番に振り分けられたが、当駅開業後は一部を除いて、ステーションカラーの使用が取りやめられるか、便宜上既存の駅で使用されていない白色で表記されようになった。新白島開業後のステーションカラーに関する取り扱いについては、広島高速交通から公式に明言されていない。城北通り、 広島県道84号東海電広島線の北側、国道54号、祇園振動沿いに位置する。西隣に県営長寿園高層南アパート2号館があり、北アパート南側も最寄り駅になる。南アパート1号館は、城北駅が最寄り、北アパート北側は、白島駅が最寄りになる。また、駅周辺は、低層、高層の住宅が立ち並ぶ。 駅東側から、白島電停、広島電鉄、白島線、東駅からは、約600メートル離れているにかけての一帯は、白島商店街のエリアにあたる。また、JR 線利用の場合は、以下の施設も最寄り駅にあたる。アストラムライン駅舎付近に、新白島駅停留所が、駅開業と同時に新設され、基本振動を経由する路線を運行する、広島交通。 深川線、30号線、33号線、霧陽台線、72号線、勝木線、線、73号線、広島電鉄、広電バス、12号線、広島バス、30号線、かや線、中国 JR バス、雲毛南線、30号線、33号線が、同日から乗り入れ、一部の高速バスが停車する。停車する路線は、以下の通り、 乗り入れるバス会社以下の情報は広島市統計所に基づいたデータである。JR では1日平均乗車人員をアストラムラインでは1年毎乗車総数と1年毎降車総数の情報を公開している。アストラムの1日平均乗車人員データは年度ごとの乗車総数を365、開業年度の2014年度は実営業日数の18、 順年は366で割った値を小数点2位を丸めて小数点1位の値にしたものである。アストラムラインのデータは1000で丸めて提供されているので、1年ごとではプラスマイナス500の誤差があり、1日あたりでは1.4人程度の誤差が発生する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。